グローバルな活躍ってどんな風になるのかな。またみんなで海外に行けたら楽しいよね、きっと。プレゼントが届いてるみたいですよ。グローバルな活躍って読んでない。練習で熱くないですか。課題を確認し、まだ読んでない。みんなにはどんなドレスが似合うかなって楽しく悩んだドレス、どれもとってもお気に入りなんだ。ほのかちゃんとうみちゃんは幼馴染なんです。小さい頃からいつも一緒。